アイスラボニータ、うん、ビシクレーター、ビシクレーター、マリポーサ、うん、なんて何かな、知らんわ。もし注文入ってきたら、なんかアポコリプスジャパンで見たからって言ったら、 おまけかなんか。あ、うちの店に来たら、うちの店に来たら、うん、1000円引きます。お、1000円引ける。もし、まあ、日本に来れるようになったら。What's up? Okay, I'm about ready to clean off these two bicycles here because I'm gonna go get this one fixed up. My buddy down in Sakai. So let's get on it. He gave me this biodegradable green clean foaming bike wash. So see how that works. Hopefully get it all nice and clean. Oh yeah, I need a towel or something. Looking dirty. For a long time, I thought this might be a beer opener, like a bottle opener, because it says B-E-E-R, beer. But then I just found out that's a serial number that just by chance turned out to be beer. I've rode this thing so much. It's so dirty. Let's see. See how we can get it. That's not gonna be 100% clean, but try to get it as clean as I can. Well, I think that's about as clean as I'm gonna get it today. It's clean enough to work with, right? As clean as it's ever been since I got it eight years ago, I mean. 2013, I think I got this bike. Love it. Thank you.
go. ああ、外すとすぐ忘れるから。ああ、多分見えてて。これも使ったことないけど。万が一。やべえ。8年の1回も買えてる。信じられないぐらい。ほんまや、見えてる。お前させんな。させんな。まあ、ハンバーガー屋とドーナツ屋もちゃうような。うん、最近ハンバーガー屋さんあちこちいっぱいできてる。 ディストリビュートするねって言って、あとはもう全部ビールなんで、どうなんですか、確定だ。ビールとだのビックリしたんじゃん。あんまり自転車のことはもう何もせんから。ビールとだのビックリしたんじゃん。あんまり自転車のことはもう何もせんから。ユキ言うな。でもあれやで、割合すぐにこう、なんていうの、教えてくれて、あとはもう全部ビール飲んで、どうなんですか、価格だ。ビールとだのビックリしたんじゃん。あんまり自転車のことはもう何もせんから。で、その人らが、なんか、新しい会社でPDWでポートランドデザインワークスっていうのやってやったの。なんで、自転車の部品とかのデザインもやってたよ。ディストリビュートするねって言って、そのスクールホームやるけれども、って言ってやってたわ。まだやってると思うで。なんでそこ思った？なんでて、あ、そこは、あの時は、データで、
お金払ってたよな、何ギガで。そうそう、あの、なんぼってか、つなぎっぱなしなんてやばかった。なん。泊まるとことか、どうやって調べた？その行ったところで、うん、ダニエルさんっていう人のオーナーやって、うん、その人 の, あの家の庭に物置みたいなのがあって、ね、青春通りみたいな。そこの中で生活済ましてもらったホテル高かったよ、めっちゃ、うん、観光地っていうか、やっぱりポートランドは高い。そうだね、だから、ちょっと悪いけど、あのお金払うから済ましてくれって言ったら、そこやったらいいわ、みたいな。いや、よく僕が住んだ時も、でも物置ってめっちゃでかいで、うん、そう、人がほんま3人ぐらい住めるような、もうでテーブルとか置いてあんの。お、電気ちゃんとあって、発電機あった。おあのガソリンで使える。いや、僕も使うことなかったで。絶対なんかほんまは5人ぐらい住む家、もう10人ぐらい入れて家賃全部分けて、そのよう住んでたわ、ポートランド。うちも一回も、あの物入れに住んでた。物入れ、あのお兄ちゃんと一緒に部屋分けて、うん、ほんまに体ちょうど入るぐらいの大きさであれで寝てた。オレゴンはやっぱりアメリカの中でもちょっと変わってるというか、車も少ないしな、うん、あのオレゴンじゃなくてポートランドだけ。そうじゃな、ポートランドリアやな、うん、畳める畳める、それが大事。全部割って畳めないから、ね、時あるから。ハードボイルド。俺の卵かけご飯嫌いやで。あ、もう生あかんか。気持ち悪いね。ドロッとしてるやん。あ、まあなんか納豆でも食べられへん。納豆はいける。納豆はいけるけど、あの八宝菜とか麻婆豆腐。ああ。ドロッとした、ね。あんかけみたいな。そうそう、あんかけ系がダメ。そうだね。いや、あんかけチャーハンとか大好きだけど俺は。なんか俺カエルの卵を食ってるみたいな気分になるから。ああ、まあそうね。ちょっとやっぱりテクスチャーが大事か。テクスチャー、そう。味よりテクスチャー。味より。ロッキーみたいに生卵のことかな。あれお兄ちゃんようやってたわ、ロッキー。やってた。うん、なってたやってた。あれってどう美味しいの？美味しいの？みたいな。あ、多分。味のためじゃない、ムキムキなりたかっただけやな。生卵は今、うん、エビみたいになるやん、なんかエビの気分味わわないけどさ。確かに卵かけご飯美味しそうに食べてる人に、あの音がこうやなとか言う。多分外国人は多分お前ちょっと無理やと思う。音だけであかん人多いよ。でもあれもあかんのじゃん、あの ASMR。 いや、でもほらなんパリッとしたものとかやったらいい。口の音とかが、うん、それは嫌やな。おじいちゃんが物食べてるよ。うちの嫁あれある時めっちゃ見てて、音消してくれへん。何回も言って気持ち悪い。そう、もうなんか知らん人がめっちゃ大きい音で家で食べてる。もう刺された痛いよ。痛い。光とかライトで当ててくれる。ちょっとここやな、ここやねんけど、ちょっと待ってよ。あ、痛い痛い。出たか。ちょっと待ってよ。ここ照らしてくれる。ちょっとここ見えへん。ちょっとこう持ってくれね。ここ照らして。うん。ちょっと待って。あ、あったあった。あれやろ。この前ボタンが取れたからさ、服のな。うん。はい。この間ありがとうございます。いえいえ。予約できました。あ、行けました。OK です。ありがとうございました。針と糸にあって、糸通そう思ったらさ、20分ぐらいかかんない。全然通らない。なんか同じことやってた。腹立ってくれよ。まあ、やばいよ。何も見えへん。あ、見える見える見える、うん、来てる、うん、来てる、あ、え、ちょ、あかん、ちょっと待ってよ。まだ出張ってるな。ちょっと待てよ、ちょっと待って、そこも来てるな。いけた。いけた。うん、動いてるからな、うん。あの、この家はアナウンサーになりたい。カテーテル手術みたいな。
尿道カテーテルはすげえ痛いって聞いたけどな。え、心臓のカテーテルした人に聞いてんけど、心臓ってそんな分からへんねん。なんかあ、来てるっていうのは分かるんやけど、痛いっていう感覚はないけど、尿道カテーテルは泣きそうになって叫び声が出た。おお、まあ、ああって。これな、あんた怖いからちょっと待ってよ。あ、うわ、こっちも、こっちもやばいな。まあいいよ、やばいよ。ほんまに目が見えません。見えてるよ。え、見えてる。ちょっと上に行かな。あ、入った。あ、よかった。これぐらいかな、ちょうどぴったり。誰もかけ方やな。あ、それもだいぶ前から壊れてる。3回目やねん、うん、ここの角あるやん、うん、これはここに2でピタッと真ん中に来てたら OK やねん、うん、カラカラ音がな出る時があんねんな、うん、ちょっと音が変わるとこあるやろこれ、うん、しまのはこれがないねんな。ね、変えようかな。あ、ブレードランナーみたいに。あ、ミノリティリポート。マイノリティリポート。フェイスオフマン。フェイス、あれ画面から。それ画面、画面は生きてるやん。画面は大丈夫。こう映し替え。ジョン・トラボルタの。あれやったっけ、あのハゲ。ハゲ言うたもん。ニック・ケイジやった。ニコラス・ケイジやった。顔面変えてる。ギャー、抜けた。ええ感じやん、さっき。うい、ちょっと下ろすわ。おー、怖い怖い、バリバリひっついてるわ、もうシム変えなかな。まあ、シム言うてもな、これプラスチックやね、うん、減ってきたらもう、なんちゅうの止まらへんようになってくんねんか、うん、スコーン落ちたやろ。そうそうそう、今日も来るとき一回スコーンってなってびっくりした。滑りちょっと良くして、締める力を強したろうか。あんまり強くしたらこのフレームを曲がるって言う。そうやね、ここやね、うん、だからどっちかでこれシムっていうのはスライダーやからな、うん、あ、もう一回ごめん、持ち上げてくれる、はい、下から入れるわ、せーの、ドン、はい、はい、オッケー。東さんはバーやってるんですか。ここでグロウ、あ、ありがとう。あ、この間見てん、グロウ、あの脳梗塞、あ、え、こんなプレーで脳梗塞を2回やって、これウィルキンソンばっかり、あ、来たよ、あの休むのばっかり飲んだらあかんと思って、やったそれで、まあまあ楽しめると思って、いや、でも俺ほんま、あれ最近ハイボールばっかりから、そうそうそう、来たよ、うん、いや、嬉しい、うん、飲んでください。で、嬉しいで、ゴーガコンガコンガコン、うわ、やった、うん、楽しんでください。した、拍手、山崎今めっちゃ上がってるけど、いや、嬉しい。めっちゃかわいい、こんにちは。わー、かわいい。触っていいですか。あ、大丈夫です。わー、見て、見て、犬の匂いするやろ。大きい大きい大きい。お名前は何て名前、カイザーです。カイザー、男の子、男の子、オスな。かわいい、かわいい、かわいい。おー、え、何てんの。グレートピラニーズ。ピラニーズ、すごい、すごいピラニーズですね。わあ、気持ちいい。わふわ、大型犬。うん。かわいい、かわいい。ありがとう、すいません。すいません、バイバイ、カイザーさん。すいませんね。Hey, what a cutie. Wish I had a big dog like that sometimes, but there's no way I could do it in my tiny house.My wife is going to be happy I finally was able to buy this 7-flavored spice. Yes, it's a famous place. It's really, really tasty, but the last two times I went there, they didn't have the spice. Hopefully this will be a nice surprise for her when she gets home.